もう一度自分の時間を動き出して、待ちてしまったものに向き合い、彼女は疲れ果てて帰った。でも歌えたの、歌ってほしいって言われたの。魔法をなくしておばあちゃん、何を歌ったらいいのか知らない。カメラ君に避難中に転がっていたおじさんの後、大きな声で、カメラ海の子、私頭からクソをかぶる人も一緒に声を合わせようとする人も、悲しみは海から湧き出す。